皆さんこんにちは。いつも私の動画をご覧いただきありがとうございます。今日は愛知県名古屋市中村区名駅にある JR 名古屋駅に来ています。現在鋭意工事中のリニア中央新幹線名古屋駅の工事の光景を撮影して、その情報を皆さんと共有します。どうぞご覧ください。 JR 名古屋駅がある名古屋市は愛知県北西部の尾張地方に位置する、人口約232万人を有する中部地方最大の大都市です。日本最大の工業地帯である中京工業地帯の中枢を担い、全国的な製造業の本社や工場が集積しています。またこの名古屋駅には JR 東海道新幹線、 JR 在来線、名古屋臨海高速鉄道の青波線、名古屋市営地下鉄の東山線および桜通り線、名鉄線、近鉄線が乗り入れるなど巨大ターミナルを形成しています。 JR 東海本社も入居する駅ビル JR セントラルタワーズは、都市再開発によって1999年に竣工しました。名古屋のランドマークとなり、利便性を生かして各テナントの JR 名古屋高島屋は多大な集客力を誇っています。このような名古屋駅では現在、リニア中央新幹線の名古屋駅の建設工事が行われています。リニア中央新幹線は正式名は中央新幹線であり、東京都から大阪市に至る新幹線の整備計画路線です。リニア中央新幹線は高速輸送を目的としているため、直線的な経路で最高設計速度 505km/h の高速走行が可能な超電導磁気浮上式リニアモーターカー、超電導リニアにより建設されます。東京都から名古屋市までの区間を2027年の先行開業を目指して、2014年12月17日に起工式が行われました。完成後は東京の品川駅と名古屋駅の間を最速で40分で結ぶ予定です。ただし、大井川の流量減少への懸念を理由とした静岡県のトンネル着工反対などにより2027年開業は困難との見解が2020年7月に JR 東海から表明されています。東京都と大阪市の全線開業は最短で2037年の予定で、東京と大阪の間を最速67分で結ぶと試算され、東海道新幹線と比較して所要時間を大幅に短縮できると見込まれています。名古屋駅の東側の東校区と呼ばれる工事現場を撮影しています。リニア中央新幹線の名古屋駅は地表から30メートルから40メートルに作られている地下駅になります。新幹線、在来線の名古屋駅とクロスするように設置されています。駅前に高層ビルが立ち並ぶ桜通り口では JR ゲートタワーの真下、逆側の対向通り口ではビッグカメラの北側との間を結びます。地表から30から40メートルまでの地下に巨大空間を作り、そこに島式ホーム2面4線が建設されます。ホームの長さはおよそ400メートルで、さらに上下渡り線などの設備などを加えると駅の全長は860メートル、幅は最大で60メートルとなります。名古屋駅周辺では鋼製の筒に守られる中をカッターが土を削りながら掘り進むシールド工法が用いられています。この辺りには中小のビルがありましたが、工事に必要な事業用地を確保するため立ち退き及び取り壊し工事が行われました。超高層建造物の近隣の地下で工事が行われており、工事に際しては細心の注意を要します。この名古屋駅周辺ではリニア中央新幹線の名古屋駅建設工事以外にも様々なプロジェクトが計画されています。乗り換えのしやすさ、混雑の緩和、地下空間の整備、駅の東西を行きやすくするなど、これまであった課題が解決され、名駅と揶揄されることもある名駅名古屋駅はより分かりやすく便利になります。普段から大混雑している名古屋駅の中央コンコースの南側に駅の東と西を結ぶ新しい通路を整備することが計画されています。東西への往来がスムーズにできる動線確保のほか、他路線への乗り換えもしやすくなることが期待されます。
その名古屋駅の中央コンコースを通り、今度は駅の西側へ移動します。名古屋駅前広場周辺では東側と西側でそれぞれ再整備が行われる予定です。東側では地上部と地下部でそれぞれ再整備が計画されており、地上部はロータリーの改修が実施され、タクシーと一般車の分離や各路線への乗り換え動線の整備、地下部は分かりやすく視認性の高い歩行者空間やゆとりある地下広場が整備されます。一方の西側はリニアの改札口があることから、玄関口にふさわしい広場の整備をはじめ、バスターミナルの設置など、駅から名古屋市内の街とつなぐための動線設計が計画されています。名古屋駅の西口の地上部分では、工事現場が仮囲い壁で複雑に区分けされており、迷路のような通路を通って西側に進んでいきます。リニアの名古屋駅、名古屋市ターミナル駅は、名古屋駅の地下に設置されます。駅上部の東側は人々が集まり、にぎわいを醸成できるイベントが開催できるような広場として、西側は周辺の住宅街や椿新名社と調和した緑あふれる空間として整備される予定です。名古屋駅周辺のリニア中央新幹線、名古屋駅建設工事はシールド工法で進められています。シールド工法とは、シールドマシンと呼ばれる機械を使ってトンネルを掘り進んでいく工法です。シールドマシンの先端の丸い板には非常に硬い金属の刃が約300個取り付けてあり、この板を回転させながらシールドマシンをジャッキで押すことにより、全面の土を掘っていきます。掘った部分が崩れてこないように、シールドマシンの内部でブロック状の壁をリング状に組み立てていきます。名古屋駅周辺のように、都市部でのトンネル工事に採用されています。リニア中央新幹線には品川駅を起点として、神奈川県駅、山梨県駅、長野県駅、岐阜県駅の4つの中間駅が作られ、終点の名古屋駅までを結びます。また名古屋伊勢は三重県駅、奈良県駅の2つの中間駅が作られ、終点の新大阪駅までを結びます。神奈川県駅は神奈川県相模原市に、山梨県駅は山梨県甲府市に、長野県駅は長野県飯田市に、岐阜県駅は岐阜県中津川市に建設されています。また名古屋伊勢は三重県駅は亀山市が候補地として挙がっており、奈良県駅は奈良市、大和郡山市、生駒市などが候補地に挙がっています。国土交通大臣より工事実施計画の認可を受けた品川から名古屋間は、2027年開業を目指して工事を進め、その後大阪まで実現することとされてきました。しかし南アルプストンネル静岡工区において、大井川の水資源の影響について静岡県の理解が得られず、実質的に工事が進捗しない状態が続いており、2027年の開業は難しい状況となっています。その反対理由には、知事の越権行為とも思えるような主張もあり、真意を図りかねる状況となっています。最終的には静岡県民の良識ある行動に期待したいものです。リニア中央新幹線の開業を控え、ますます活気あふれる名古屋駅界隈にこれからも注目していきます。リニア中央新幹線名古屋駅工区の工事現場を撮影して、その情報を皆さんと共有しました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。またお会いしましょう。